夜中にいきなりさ、お腹空いてるのってライン。君とはもう3年くらい会ってないのに、どうしたの？あの頃僕たちはさ、食べてもいける気がしてた。二人で夜更かししてはたくさん夜食取ったね。でも見てよ今の僕を、引き締まった僕を。完食をやめてバランスよく食べて、適度な運動をしてさ。別にご飯求めてないけど、出汁を取られると思い出す。君のふんわり卵具だくさんのその雑炊のせいだよ。今さら君に会ってさ、僕は何を言ったらいい？体重増えたね、口が裂けても言えないよ。どうしたの？いきなりさ、ポテチなんか加え出して。悲しくないよ悲しくないよ、君が変わっただけだから。でも見てよ今の僕を、痩せ細った僕を。飲みを断って応援されて、涙流したりもしてさ。別にご飯求めてないけど、出汁を取られると思い出す。君のふんわり卵具だくさんのその雑炊のせいだよ。別に君をまた好きになることなんてありえないけど、君のふんわり卵具だくさんの雑炊が思い出させる。どれだけ食べても痩せていた頃に戻りたいとかは思わないけど、嘘です本当は思う。別にご飯求めてないけど、出汁を取られると思い出す。君のふんわり卵具だくさんのその雑炊のせいだよ。別に君をまた好きになるくらい君は素敵な人だよ。でもまた同じことの繰り返しで僕が太ってくんだ。